これ何に使うの？憧れだよね、こういうの。アロハマイチャンネルへようこそ。橋口育代です。ワイキキの夜の楽しみの一つ、お買い物。今日は可愛くて楽しいお店で大人買いです。全力で全部飴飴飴。あ、なんかこういうちょっとしたプールグッズみたいなのも売ってるんだ。見て、扇風機。あ、お土産にいいね。え、かわいいかわいい。かわいい。これラルフローレンのあの有名なあのラルフローレンの娘さんがやってるキャンディーショップだと思う、多分。ニューヨークとかにあって、アラモアナに一時期ちょっとあったりとかした時もあったと思うけど、こんなに大々的に。待って、卓球？キャンディー卓球？なんかあれじゃない、多分映え好きな人たちには映えゾーンも結構あるよ。あう、blend in colors, yeah? Thank you. 結構いい感じに撮ってる。慣れてるの？お兄さん慣れてる。優しいね、撮って撮ろっかっつってくれる。わあ、アイス売ってる。ハワイっぽい色もすごい、こんなにある。食べたくなるね。こんなに贅沢にさ、場所が使えるなんてさ、なんか、あー欲しい。え、これ何使うの？これあれでしょ、ムーミンに出てくるニョロニョロみたいな。なんて使い勝手のないクッションなの。あ、こういうの好き。見て、グミだけどピザみたいな。やばい、ちょっとやばいよ。欲しいものがいっぱい出てきちゃった。寿司だよ、寿司。キャンディー寿司だって、キャンディー寿司だって。待って、さすがに寿司に魚そのまま一匹乗ってないよね。勉強不足じゃない、このグミ作った人。見て、グミバーガー。へえ、かわいい。お、あ、クリスピークリームドーナツ味だよ。見て見て見て、ポップコーン、ポップコーンのグミでしょ。ちょっと待って、買いたいものがいっぱい出てきた。やだ、楽しいじゃん。あ、ほら、キャンディーポップコーンもあったりとか。え、やばい、ちょっとさ、もうかな。ラルフローレンのね、娘さん、なんかそんな感じあるじゃん。遺伝ってすごいよね、こういう世界観作り上げるんだからさ。なんかここに日本のハイチュウとかグミとかある。ほら、目玉焼き、目玉焼き。あ、こういうさ、これかわいい入れ物にこっから詰めて買えるんだ。え、やっぱね、なんかさっきのね、下のやつが、かわいい。わあ、憧れだよね、こういうの。一個食べきるっていうのが。うん、かわいい。すごいでかいんだよ、この上。ボーンって。ボーン。なんかね、もう店内に映えスポットがいっぱいみたいな感じ。え、これはさ、楽しいんじゃない。さっきお兄さんに言われたの、あなたの服この店に合ってるよって。
love. It's my potato. Nice bag. Yeah. Very nice bag. あれもこれもとたくさんお買い物をしたんですが、後日このお店にはまた行くことに。ポテト君とハワイで毎日一緒にいるうちにお友達を見つけたくなってしまったんです。ほらもうこっからの こだわりようだよ。ポテト君のお友達を探しに来たよ。いないんだよね。あ、いいんじゃない。可愛いよね。あ、ふわふわ。パンツとかある。あ、こういうね、子供用のローブって便利なんですよ。ほら、なんで子供用のローブが便利かっていうと、袖が短いから料理とかできるんですよ。メイクする時も袖が短いとか、もうこの袖が短いのはいいんです。だから私、あの部屋で着る上着、大きめの子供用。これ何？寝るとこだったわ。チョコレート、あ、全員連れて帰りたい。ポテト君全員連れて帰りたい。置いておけない。微妙にうちの子と顔違うな。この子毛あるし。ね、みんないてくれるか分かんないけど、いたら連れて帰ってあげて。一人残らず、うちらみんなで家にポテト君をさ、一緒に暮らす生活しよう。ポテト君の友達いないんだね、特には。え、待って、これはどういうことなの。え、待って、これはポテト君を、ポテト君を、あ、もしかしてこれポテト君用なんじゃない。ポテト君をこう乗せてさ、コートをさ、やってさ。ポテト君、今日も天気いいね、お散歩しようねって。買ってあげたい、ポテト君に。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。あー、もう回る回る。チャンネル登録してくれるまで回り続けてやるんだから。